こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ軍はロシア軍が不法に占領するウクライナ東部ルハンシクの飛行場をミサイルエイタクムスを使って爆撃しました今日はこのことについてお話しますこの度ウクライナ軍がミサイルエイタクムスを使って攻撃したのはロシア軍が不法に占領するウクライナ東部ルハンシクの飛行場です この映像は5月28日に SNS にアップされましたウクライナ東部ルハンシクのロシア軍が不法に占領している地域にある飛行場が爆撃されて燃えている様子だといいますロシア軍が選出任命した自称ルガンスク人民共和国のレオニード・パシェチニク首長は自身のテレグラム公式チャンネルで次のように声明を出しました ウクライナの民族主義者らは、ルガンスクへの新たなロケット攻撃をクラスター弾頭で行いました。この攻撃によって火災が発生しました。非常事態省の職員、法執行機関、医師らが現場に向かいました。私は状況を個人的な管理下に置いています。ロシア側が選出任命した自称ルガンスク人民共和国のレオニード・パシェチニク首長は、 自身のの公式チャンネルでこのように声明を出しましまた一方、ウクライナのゼレンスキー大統領が任命したルハンシク地方軍政局のアルチョム・リソゴール長官は自身のテレグラム公式チャンネルで次のように声明を出しました。かつてルハンシク高等軍事航空学校だった施設とその近くの航空機修理工場のエリアで爆撃がありました。 いつものようにロシアの占領者たちは何が破壊されて何が損傷したのかを明らかにはしません。しかし、ロシア軍の航空機に甚大な被害が出ている可能性があります。ルハンシク地域の何千人という住民が地上での爆発を目撃しているため、ウクライナ軍の仕事について隠し通すことは不可能でしょう。 ウクライナのゼレンスキー大統領が任命したルハンシク地方軍政局のアルチョム・リソゴール長官は自身のテレグラム公式チャンネルでこのように声明を出しましたこの映像に映った船のへさきのように見える特殊な形の屋根の建物の位置からアナリストのモハベンシスは爆撃されて燃えている場所をグーグルアースから割り出しました モハベンシスによれば大火災が起きている場所はルハンシクの飛行場の北側の場所でした。またネオンハンドレールによる爆撃地理情報特定によれば SNS に上げられた様々な映像から爆撃箇所はやはりルハンシクの飛行場の北側だと特定されました。ロシア国営タス通信はロシア軍の情報として ルガンスクで数名の死傷者が出たとしています。また RBC ウクライナの報道によれば、地元住民によると爆撃はルハンシクの航空機修理工場のエリアだったということです。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。